はいどうも、ウビヤキのひろすです。今日はですね、ちょっと日常メンテだったりなんだったりでちょっと便利なものをサクサクサクっと3つばかり紹介したいと思います。じゃあ開始。はい、じゃあ紹介してくれるのは、ウビヤキのニルです。はい今日はね、あのスタンドね、センタースタンド、これ RS 太一さんのスタンドで、なんかね、あんまり多分ネットでその辺に出てる感じじゃないんだけど、RS 太一さんにこのスタンドって言えば多分ね出てきてくれるやつで、これじゃあちょっとかけるところからまず、まず、まあ、バイクまっすぐにして真ん中に入れて、こうね、すごい軽くかかるのとすごい安定もするし、でこれ下ろすのがね、コツがあって、ここ踏みながらこう下ろす、そうすると静かに、でこれをねこのままこれボンって踏むとガチャンと落ちるんだけど、俺一回これこうやってやった時すねにこれ落ちてきてちょっと血出たからで、あとやっぱこれガチャンって良くないから、こうスッとね慣れるとできるから。そう、片足でやってんの。え、片足でできるの。ちょっとやってみて。片足でできるの、かかとでここ踏んで本当だ、知らなかった俺さすがチャンピオン太一さんはもうこれも、そう、僕もこれすごく気に入ってて、ずっと使ってる。そうなんだ、うん、安いやつだと曲がっちゃったりするしね。ちょっと俺もやってみるかもしれない、本当だ、すげえ楽すげえ楽じゃん、知らなかった。これあれだね、僕も使ってるからなんだけど、2点 で、面で、面の板じゃないから、あ、そうそうそうね、これね、そう、フレーム選ばないっていうのは正直あるかなと思います、ね、うん、これ最高。なんで2個あるの。これね、高さ調整できるんだけど、この位置でね、確かにこれ、こっちは高い方、こっち低い方で、これ、ね、モトクロス用にそう気に入ってもう1個買いました、確かに僕も気に入った。これ超いい、太一さんの。そう、いろいろ俺もスタンド買ったりとかしたんだけど、なんだかんだこれが持ちが一番良くて、これ一番いいよね、あの折れたりもしないし、そう、これちょっと確かにちょっと高いんですけどね、普通の今最近なんかアストロなんかで売ってるけど、アストロのやつね、まあ、アストロ俺結構好きだけど、あそこのスタンドはねちょっと重たい、でも上げるのがたまに俺、まあ、誰か入賞した時とかこれ持ってダッシュしてると、たまにこの角のところで思いっきり捨てられる、そう、本当に泣きたくなるみたいな。これね、なんかこの持ち上げる時そうこれね伸びちゃうからね、ついついそこ持っちゃうんだけどね、そうそう、こうやって出してガンってやるんでね痛いんだよこれはね、こうやっていくといいと思うよ、正しく使いましょう僕らみたいに手抜いてやると怪我しますんで、で下ろす時はね、片足でシュッできますって。で、これが第1弾で、第2弾はね、これマキタ、マキタのね、空気 でまず電源入れます。で、ここで 2.1 とか2とか、なるほどね、ちょっとやってみます。試しにじゃあね、ちょっと1ぐらいにしてみようか、1ってことねえか、2じゃねえな、2kg、じゃあ 1.75、ちょっとね、近所迷惑だから、まあ、入れ続けるとね、で、電気つきます。で、ここにセットしていきます、はい、そう、これね、その数字になると止まるのじゃん、エア調整なんかね、すごく楽だよね、ポンプ持っていかないでいいし、そう、抜くのはできないんだけど、でもこれね、結構正確で、エアゲージで比較してもいつもね、ずれてる、便利で、これあれでしょ、マキタのあの 18V 共用のやつでしょ、そう、これがね、またいろんなのに使えるから、掃除機だったりとか、いろいろ使えるやつね、そう、これ、あ、曲がってた、これね、で、これね、結構ね、他に使うのがね、ブロワーね、とか掃除機とか、あと芝刈り機、
あ、なるほど。これ全部このバッテリー使える。そう、だからマキタ持ってる人はこれおすすめ、うん、絶対買った方がいい。で、3つ目はこれ。これ何するの？これあのサーキットでオイルを交換するときにオイルを捨てるやつ、廃油系、これを開けてここにオイルを流して持ったらこれで蓋をして、で捨てるときはこれを開けてジャーって流すと捨てれる。これあのアストロプロダクツ、さっきバカにしたけどアストロプロダクツ、これ本当にいいね。そう、これ安くて、うん、結構みんな持ってるね、うん、俺も使ってる、うん、これ超便利、うん、で俺家でも全部これに足しちゃって、うん、さっきと言った時に、うん、あの廃油捨てられるとかそうそうそこ持ってったりとかしてもらって、うん、これ超便利です、うん、これすごくいい。で俺でも1000円1000円いくら、1000円ちょいじゃない多分。そうだよね、うん、これすごくいい。でもハーレーには使えなかった、下入んなかった、あのハーレーが悪いよね。これでいつもレースとか練習持って行ってます、うん、じゃあ今日はとりあえずその3つぐらいかな。そうだね、うんうん、また、まあ、またなんかね、うん、まあいろいろあるんだけど、もっとね、うん、ちょっとそれはまたおいおい紹介していきます、うん、じゃあ今日は3つということ、今日は3つということで、うん、ニールがお届けしました、はいはい、ではまた広瀬が撮影しました。また。